配信に使うライトをとりあえず急ぎで一つ試し買いして、ちゃんとしたのっていうか、程よくちゃんとしたのを今アマゾンで注文して、と配信にさらなる磨きをかけようかなというね。いや、自分が今日買ったのは普通の LED の安物なんですけど、その女優ライトがわからないですけど、光調整できるのを一応今頼んで、そうそう、照らすやつです。ただその光の、この安物なんで、光の何でしょう、調節ができなくてめっちゃ眩しいんですよね。9000円ぐらいでガチっぽいのがあったんで、引っ越したらそれちょっと買おうかなって感じですね。いや、芸術買ってよかったな。見せた。ういいんですよ。目は気をつけます、本当に。うわ、カウンターじゃないの、今。どんなやつだろう、ユウさんちの。黄金連携。こちらもうほぼ決まりですね、家まで。あとはいつから？ 3 月ぐらいですかね。切り替わってみてて面白い。噛んだ。ありがとうございます。これは、ああ、無理だ。ああ、いい左ボディ。いや、伝説のマンションではないですね。軸が無理か。スーパー必殺壁コンボをしようとしたけど。アイスさん、こんばんは。
うまい。割れそう。回線はちょっと近くに住んでる人がいて聞きました。まあ、それが良くなるかちょっとわからないですけど、やっぱね、長崎の人にいろんな人に聞いてもやっぱりすごくいいっていうのはやっぱり誰もなくて、大体みんなこのうちとまあ変わらないぐらいなんで、悪くないのをとりあえず弾ければなぐらいですかね。調べました。次の対戦が楽しみですね。リロイは山田カップ次第ですかね。できれば調整の後に使いたいです、自分は。うわ、跳ねた。あぶね。うわ、ダブスト。うまい。あー、符号が出ない。王家も最近ちょっと練習しますね。リロイがでも出たら本当リロイをがっつりやりたいです。出たらじゃないな、当選されたらか。これは壁が、あれ割れないんだ。3RP、自分、6RK が多いですね、自分は。割れないですし、カウンター取れたらなぐらいで。モールバンド？あー、おいー、最悪。シャガパンで張り付かせる作戦が。もう少しだと思いますね。コンチクリンです。獣団に行けない。
選択肢がね、増えていけば、どうなんでしょう。でも、数字から獣眼っていうのは、強い二択を覚えた方がいいのかな。多分、フレームとかはまだそんなにってイメージですもんね。リプレイ機能すごい便利ですね、本当に。見直しが配信とかしなくてもできるのはかなりいいことですね。うますぎる。お、壁に助けられる。そうでもなかった。なんだこれは。ラースはコマンドは分かりますけどってぐらいですかね。一応ちょっとは触ったことありますね。ダブルスロー、大会にちょっと慣れてきたっていうのはあると思いますけど、それでもまだまだですけどね。二段構えが通用せず、ミスターボタンが、うわー、えい、見た目で選んでいいと思いますけどね。使いたいと思ったキャラを使うのが。ドライブだけは食らっちゃいけない。ライトゥーと下段の2択。ホールもかなりいいですね。竹内さんこんばんは。基礎的なのはかなり多いんで、ホールは。ナイスガード。あー、でも軸が飛ぼう。
あれ切れるんだ。なるほど。うわっ、追ってきた。落ち着いていこう。ここは暴れていく。横回避はだいたい自分がビフリの時とかちょっとフレームがマイナスの時とかにするんで、なんだろうな、届かんのかいい。位置が見えづらい。ナイスムーブ。ライディング前転は距離次第ですね。でキャラによってもなんか避けやすさが結構変わりますね。ギースはめちゃくちゃ前転でかわしやすいです。あ、バック出しちゃったけどダメやったな。うまい。おお、ギーのマロ。スライディー。うわっ、危ねえ。ナイス。そう、ダークブルー売り切れなんですよ。かっこいいですもんね、色が。うまい。
いやー跳ねたー。あーやっちまった。スカ気味の烈風拳が刺さってしまった。ライパンはね、当たれば0時中だったら多分8割ぐらいは安定でいきますね。ちょい残り、ナイス。グラブルはやらないですね。ガン攻めには、なるほど。フレームがやっぱりまだ最初の頃ってわからないんでね。なんでまあ技をもらった時にだけそのボタンを押さないようにするとか。あ、また跳ねた。すればいいかもですね。すごい持続。ギースはちょっと難しいですかね。コマンドが普通の鉄拳キャラと全然違うんで。ジャブをガードさせてプラス1フレーム。ジャブが強いんですよねこのゲーム。本当にとりあえずこの触ってからっていうのが本当強いゲームなんで。
ああ、ごめんなさい。食べきよう。うまい。難しい。うまい。ナイスグーパン。拾われる。あ、ミスった。ナイス。8割ぐらいだったら、0時だったら、ほんとワンチャン圏内ですね、ギースは。ヒットボックスありますよ。一応自分持ってるんですよ、家に。試し買いして、どんな感じなのかなと思って。韓国式。パンパン。カウンターから。悪いな。ワン、ツー、スリー、フォー。うまい。なんちゅう照明ね。とりあえずね、ダイレックスでまず980円ぐらいのやつを買ったのよ。そしてアマゾンで2000円ぐらいの今買ったんだけど、もう少しで家引っ越すんだけど、引っ越したら今度ね1万円ぐらいのガチっぽいの買おうと思ってる。ローは攻めが結構強いキャラなんで、ワンツーニーとかそういうのをうまく使って攻めるのがいいですね。横移動 LK を壁際で当てたときは、動いたらジャブが当たっちゃうんで、かなり強いんですよね。お、ゲンボーイ、光を当ててるよ。眩しいよ、かなり。目に悪いんじゃないかっていうぐらいね、照らし出されてる。そうそうそう、ガチ配信部屋をちょっと作ろうと思ってる、引っ越しに合わせて。
中国めめしくない、このままありがとうございます。めめしくない、やばい、みんなつけてるって言ったからさ、これ膝さんとか老廃とかも男で住むの変なのかな、これ。取材の時もなんかそういうのに詳しい人に絶対ライトはなんかつけた方がいいですよって言われて、あ、そうなのかと思ってとりあえずつけたんですけど、安物を。この光の加減が目によろしくないのかがよくわからないんで、それがきついですね。した時にそのガチっぽいの買うよ。目が悪くなりそうで怖いな。ちょっと眩しいんですよね。直接は当たらないようにはしてるんですけど、それでも。サブモニターの画面を真っ白にしてる。サブモニターの画面を真っ白。そうか。そういうことか。モニターを、なるほどなるほど。あ、なるほどなるほど、勉強になります。しまう？使わない。もう日本語多分自分の理解力がどっちかというと足りてなかった。間違いなく。申し訳ない。成功。必殺技が決まった。なんていうか日本語うまいよ。
うわ、自分よりうまい、多分日本語。あー、入れてください。レーブンは使わないですね、残念なことに。サンジャブいけるはず。ナイス。壁強ならないで。オッケー。頑張りますね。マキシマムに近いぞ。うまい。おお、やばいやばい、角度が。暴れていく。ナイス。安定で小若を打ってしまった。ナイス。偉すぎ打ち。あー、ナイスガード。
ナイス。やばいぞ。入国式から出ない。うわー、見た。けど。まあいい。遅かった。エジナイス。今日はそうですね、とりあえず疲れるまでやろうかなと思ってますね。カウンター。距離が難しい。 OK。 これは家庭用版です。痛い。川田さんはすごい減りますからね。実機アーケードってことですか。アーケードは10ですね。ゲーセンなくなってきてますよね。どうにかしないと。自分ね、一昨日か昨日やったんですけど、ラグとかがね、処理音とかすごくて、
の地元は割と、割とじゃないけど、いや少ないですけど、何個かは残ってますけどね。ただ100円ちくれです。こんばんは。やりましょう。やりますか。これ終わったらプレマ部屋をでも開きましょうか。ショートアッパー狙いだな、ここは。ナイス。オロチ止まり。強くなるためはやっぱり負けた原因をが分からないとダメなんですけど、それがなんで負けてるかっていうのもまだ分からない状況って可能性もありますからね。何がいいんだろうな。教えてくれる人がやっぱ近くにいるっていうのが多分絶対いいんですけどね。その悪いとこを見てもらえるんで。出してないよこんなの。太郎さんこんばんは。いいえ、さすがにね、ここのマイ LP はまずい。あ、小次郎さん了解です。何も予定入らなければ多分やってると思います。出しない出しない。ショートアッパーだったんだよ今のは。走っていってあそこで 6LP はねいかんよ。遅い。ハメ地獄。強い本当に。ニーズ膝は14です。そんなバカな。うまい。使っていこう。いいえ、ゴジロさん全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。ためりなんか、ためりたまになんかそのバルコニーに張り付いてもなんか壁破壊技打ってもなんか飛んでいく時があるんで、それがよく分からんですよね。ナイス。プライチからの14。リースはまだ普通に強いですね。火力お化けなんで。
お、イップマン新作5月ですか。絶対見に行きます。壁の位置が難しい。ナイス。公式トレーラー、あ、見ます絶対。どんな内容なんでしょうね。デイジが溜まってないときはダブルレップが多いですね。今は溜まらないんですよね本当に。ナイス。あ、いいミス。どこ行ってるの。いやー、ごめんなさい。あー安い、ごめんなさい、さすがに安い。残るよな。技ダメージ量じゃなかったですかね。ギースの溜まるあれは。この技はなんかその割れないですし、結構触りに行って貯めるっていう時にはおすすめなんですけどね。ボタンの指の置き方、自分は人差し指と中指を LPRP に乗せている感じですけどね。ボ
端は多分標準プラス、R12 のとこかな、そこに両パンと両キック設定とかでいいと思いますけどね。ピンはちょっと痛いぐらいですかね。うまい。ヒップはやっぱ出し方があるんで、やりすぎた。うまい。あー、雪連やったー。ナイスキャッチ。剥がそうか、これは。左に歩いて2択拒否。そうですね。あと薬指の自分 R1 のとこ置いてますね。この3本を乗せて親指とかは使わないですね。やばいやばいやばい。ここは出ないのかい。出ない衝撃でボタンこすってしまった。あ、自分もその入力を出してますね。ちょっとスライディー。うまい。スティーム版ですね。最近はスティームはかなり増えてきてます。
ロの人たちが大体はスチームでやってますね。避けない、これは避けれないんですよね。常駐、常駐 EX 系の常駐アテミの時は確かに眉毛使うな。その時ぐらいですかね。ジャンボ、やばい。とりあえず出しないよ。タイさんお疲れ様です。ありがとうございます。気をつけていきます、体調には。てかあれですね、スチーム版の方がやっぱラグとかロードの面で優秀なんで、それで流れてきてる感じですかね最近は。フリしてからの素直。お、当てにしまったか。もうスライドしたと思った。特にやっぱ敵はラグの部分の差がすごいんで、かなり快適になりますもんね。
あー出ない、最悪。抜けてあるぞ、この壁を制せばカウンターだった。自分は3が5ぐらいなイメージなんですよね。やらかしたー。配信なのか遅延なのかわからないですけどね。全キャラは自分は全然触ってないですけどね、人次第な気がしますね。他のキャラを触ってもメインに支障が出ない人だったら多分触っても大丈夫と思うんですけど、自分がそれができないので。やりすぎた。あ、ヨジさんお疲れ様です。練習はなんとか時間を見つけつつ頑張ります。やれるときはもうやるしかないですね。あ、両替しおじさん当たったらよろしくお願いします。さばかれたら辛いです。
2。カウンター。おー。あー繋がってない。あ、もう暴発した。いかん、ラスト QLT が烈風拳になった。かわいくないですよ。うまい。この角度TOP。 こんにちくりんです。ちょっと色変えたんですよ、気分転換に。
ああ、うまい。スマホ吹いた。くれない。安い。バレている。もう大ジャンプの後もうちょっと引きつけんばやった。いかんな店が。当てられる？ナイスー。スライドは、なんていうんだろうな、流れるようにボタンを押すようなことですかね。カタンみたいな感じで。
もうミスった。狙うのはただ一つ、触れれば勝ちなんだよな。触れるか否か。OK、 擦りすぎてここでも漏れてた。自分と妖人さんが似てる。あーでもそれ初めて言われましたね。似てるのかな。こんばんは。うまい。最下位というか普通にずっと使ってましたね。リロイの調整来るまではとりあえず主力になるのかなって感じですかね。ペコスさんは若干間違われるときあるんですよ、海外とか行ったときに。妖人さんは初めてですね。体格がマジで妖人さんと自分違いますもんね。投げうまい。なんでこれが出た。両キック押しミス。なるほどなるほど。妖人さんと自分が似てる説が浮上した。ここはね、
はあ、距離ミス。ナイスずらし。ついてんでいく。4両パンがやっぱり一番壊れと自分は思いますね。ハメジュン、ありがとうございます。鉄の拳はちなみに無事長崎に届きましたからね。どでかいあの鉄の拳が。背面だと ナイス側面。中段、いや中段っていうか派生とリスクと突きのなさとカウンターでコンボに行ける。多分誰に聞いても個人的には多分4両パンって言うと思うんですよね。あれはいかんですよ本当に。プロの人とかと話す機会もあるんですけど、やっぱみんな4両パンって言いますもんね。あれさえなければリドイ戦ってまだ若干やりやすいイメージではありますね、個人的に。あの技があるせいで全然寄れないんで。なんだろう、どういうことだ。翻訳がおかしくなってる感じなのかな。うまい。もう4両パンはね、強いですよね。12フレっていうのが
硬直もないし。ナイス。これは？ちょっと待って、なんかおかしい。いろいろおかしい。軸がずれた。あー、うまい。若干潜るんだ。あー、カムラムはまだ未定ですね。未定というか春とはなってるんですけど、日付がまだ出てないですね。うまい。うまい。上段の意識がついてきて。うわー、ボタン押しちゃった。もうキャラがすごい好きなんで使いたいんですよね。純粋に強い弱いとかじゃなくて、だから早く調整来てほしいんですけど。リップマンを見ればね、英雄拳好きになること間違いなしなんですよ。温めておいたやついくか。これだ。ナイス。上段を意識させてからの中段。
うまい。あぶねえ。ブラシ。軸悪いな。入るのか。ナイス。カラーの中段蹴りの、いやー、カラーのどうする。触れば勝ち。左ボディを誘いつつ、ごめんなさい。暴れる。よいしょ。思い出しますよ、もちろん。これ多分パーカムパーカムラムはどうなんでしょう。パワー系だと自分は思うんですけどね。なんかガードを崩してるような感じだったじゃないですか。なんで結構パワー特化系じゃないかなとか勝手に思ってます。あ、うまい。ヒット後は、特に何も多分しなくて大丈夫ですよ。そんなに有利を多分大きくなかったんで。おかえりなさいませ、今さん。割れないの。基本的に何もしないですね、あの後。あいた。
山捨てはかなり意味がありますね。バックステップで技を透かすことができるんで、ずっと山捨てが必要っていうよりはその 1,2 歩下がることによって技を透かしたりとかできるんで結構大事ですね。あー、タウンやった。ああ、レップ受けんが。ラウンドは、相手が何してくるかによって変わるんで、手を出してくるならシャガパンとか打とうとか。うえ、そんなことある？相手の開幕の構造によって変わりますかね。本当にその辺は。ナイスー。パッドで山捨てが結構いますよ。山に行きたい。山にはそこまで行きたいとは思わないですかね。3パットですね。海外の人はパット多いですからね。ごめんなさい。ビタ。膝パンめっちゃ強いですよ。うますぎ打ち。やりすぎた。
属は少ない。エプリレイ。ありがとうございました。トイレに行きたい。